多分お留守番の無事を知ってとにかく安心してるんだろうよ。既読ついてますから。え、既読無視。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで今日はね、なんかキャンプサイトにお客さんが来てるらしい。大好きなイナさんへ。今日はなぜか朝起きた時からあなたへメッセージカードを出したくてずっとソワソワしていたんです。これといった用事はないんですけど、何してるのか気になっちゃって。この気持ち、あなたに届きますように。マミーでした。なんかこのメッセージカードめっちゃ可愛いよね。超好きなんやけど。あの、ちょっとレトロな感じ。よき。よきよき。お、シャンティー。あら、アイナさん、だってば。おしゃべりしよう。午後の予定は、と。この時間に予定を整理しておくと、一日無駄なく過ごすそうね、だってば。そしてマミーさん、手紙見たよ。ごきげんよう、アイナさんだふん。世間話でも。ん?あなたと話しているだけで、なんだか楽しくなっちゃいます、だふん。一応これマミーさん家の前に置いたんやけどさ、ちゃんとなんかちょっと、アヒルがプカプカしようんよね。あ、揺らせれた。何気に揺らせれた。これ住人とか入ってくれたらいいのになぁ。ね、ああいうのもきっちりきっちり、使えるようになったら、めちゃくちゃ楽しいと思うんだ。まあ、完璧に一人分やけど。一人やとしたら普通に、マミーさんのお腹の中に入ってる。おぉ。子供の方を泳がせてあげた方がいいよね。これいつもすごい不気味なんやけど。わかる?この動きというか、なんというか。はい、来た。アレキサンドラオルトリバネアゲハ。言いづらーい。メッセージボトルはないっすね。あ、できとるやん。ってことでちょっとこれを切り倒しておきます。この場所にはちょっと音ちょっと邪魔なので、よし。そしてお金を回収しておく。あ、そっか、ここセンベルしか埋めてなかったんやっけ、間違えて。はぁ、損した気分。いや、損はしてないんやけどね。別に損はしてないんやけど、気分的に損した気分になるよね。ハンナちゃん、何をしてるんだい?うわ、なんだいこのかゆみは。ポリ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 。波が飛んでるじゃねえか。はぁ、もうイライラしてきたよ、かゆ。ちょっと待ってね、今取ってあげるから。は、オッケー。波だ、あー、かゆ。あ、待って、あっちに。おや、ありがとね。こんな小さい虫を捕まえるなんてやるじゃないか。だってね。絶対網すり抜けると思うんやけどね。ノミとか捕まえれるわけないやん。あ、網が、壊れてしまった。せっかくのアウトドアの網。網は作れたかな、私。ちょいと待ってね。網。DIY で作ります。アリース結構あるね。網、あ、一番上か。作れる。よし、作ってこ。そしてちょっと普通の方にしておくね。こっち。網、作ります。ふぅ。あれやね。なんか、あつ森は、花が、可憐圏さ、どん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 増えてくね。何もせずとも。お、なんか、半身を久々に見かけた気がする。あれ?は。はい、久々の半身。半身は?春夏秋冬、四季問わずなの?なんか、どの季節にも今のところ、まだまだ存在しているけれど。これぐらいかな。とりあえず、お金になりそうなのは。で、さっき、あの、なんか、お金、あ、あったあった。はい、ここも、今度はちゃんと、1万ベルを植えておきます。ちょっと待って。間違えた。1万ベル。よし、そしてこれを、埋めます。ふぅ、オッケー。で、後からしまうと。
さあ、それじゃあちょっと、キャンプサイトに一体誰が来ているのか。ハンナちゃんめっちゃ眠そうやったね。ちょっと見に行ってみよう。ちょっと待って、メッセージボトルも探しつつ。そしてとりあえず今回もね、誰が今、この島、ほう？なんかおる！ジョニー！海賊版！イエーイ！起こす前に楽しむやつ。むにゃ。なんだか足が冷たくてたまらない。セリフとかは別に変わらんのかな？スースー、ふが、スースー。起きて。このままでは海のもずく、もくずですね。起きろってば。口の中がしょっぱい。どんだけ起きねえんだ。おうの、そちらは鳥勝ちです。面かじは右。多分お箸を持つ方。することは一緒なんかな。おう、私のいい、愛しい人よ。もっとこっちに。って、わ？あなた、どなたさんですか？私、俺様は見ての通り、どこからどう見ても海賊。なんか急に変わった。急に変わった話し方。海賊船の船長、J です。J。なんか変わったよ。ジョニーって書いとったのが海賊に変わった。って、もしかするとあんた、俺様を助けてくれたのか？オーマイゴーシ、なんてこった。命の恩人に失礼な態度をとってしまった。どうか許してくれ。何分俺は今、とても混乱してて。というのも、船の先から海に真っ逆さまに落ちてしまって。まあ、寝ぼけちまってたんだけどな。寝てたんすか。でももう大丈夫。今は便利な時代だから。これさえあれば、一戦もどこでも、古文ども呼び出せるってもんだ。古文がいるの。ほら、この通信装置さえあれば。することは一緒っぽいね。オーマイゴーシ！あれ？それ自体がなくなったの？俺の大事な通信装置がなくなっちゃってます。じゃなかった。なくなっちまってるるるるる。これじゃ古文どもを見つけ出してくれるのをただ待つしかねえぜ。しかしそうなんじゃ一体いつになることやら。親切なあんた、俺に通信装置を探してもらえねえかな。それは部品？そのもの？ありがて、なんて親切な人なんだ。おそらく通信装置は海の底に沈んでいるに違いない。え、マジで？ってことはそのものってことか。古文どもが探し回ってるはずなので、俺は海賊船を見逃さないようウォッチングしなきゃならねえんだ。通信装置探しの方はあんたに任せたからよろしく。古文とかいないんでしょ君。そうそう、通信装置は多分荷物がいっぱいいると見つからないんで、そこだけ気をつけてくれ。ほう、なるほど。今このまま入っていけるよね。通信装置も普通にブクブクなりよるってことでいいんかな。一個だけ部品じゃないんよね。そのものよね。なるほどね。なんか微妙に変わったんやね。でもこれで多分、海賊系の家具がもらえるのではないかと思うんだけども。多分、ラコスケがマーメイド家具で、ジョニー、海賊ジョニーが海賊家具ってことやろ。ん？あ、これやん。ん？これは。通信装置を見つけた。海賊のあの人に届けてあげよう。通信装置とかかっこいいこと言えるけど、普通にスマホよね。前から思いよったけど。なるほど。ああいう柄やったんやね。怒り柄。かわいい。さあ、ほんと？海賊のあの人に。おったおった。見つかったのかい？あったよ。はい。おお、これはまさしく俺様の通信装置。あれやね、パーツを見つけるよりもあっという間に見つかる。今回がたまたまかな。ベリーベリーサンクス。これで古文どもに連絡できる。アクア巻き舌になるべきなのか。え、てか壊れてんじゃね？壊れてないんか。お頭よりこれでよしと。お頭。恩人のあんたには後日お礼に品を送るぜ。助かったぜ。本当にありがとな。なるほど。郵送で送られてくるっていう部分は変わらんのよね。古文どもに手短にメッセージを送ったのさ。どれどれ？返信まだか。多分お留守番の無事を知ってとにかく安心してるんだろうよ。既読ついてますから。え、既読無視。
おかしら、既読無視されるんすか、大丈夫っすか。こっち側にはメッセージボトルなさそうやね。いやー、海賊ジョニーやっと対面できた。いいね、かわいいね。あ、待って、お、あっちの方めっちゃ雑草が生えてきているではないか。網網、さあこっちへ泳いでこいよ、こっちこっち。へっ、微妙に届かねえ。あ、これ。よし、来たー。オッケー。とりあえず、お金になりそうなものを、いろいろと取っておいたけん。売り払いに行こう。君は誰だい？サンドイッチ持ってる。食っちゃね。おぉ、食っちゃね、食っちゃね。お邪魔してます。美味しいものに出会うためにキャンプに来てるんだ。ねえ、この島の美味しいものは何？君のおすすめ教えてとかね。とかね。おすすめ。なんやろ。浜辺にいろいろ食べ物屋さんあるよ。食べ物屋さんっていうか、まあ、ほぼ飲み物な気がするけど。あ、でもかき氷は飲み物ではないか。キャンプに行くときって、ちゃんと準備してるつもりなのに、絶対忘れ物しちゃうんだよね。でも僕、マッチだけは忘れないよ。だって火が起こさなくって、お料理できなかったら困るもん。とかね。くっちゃねはとりあえずまあ呼ばなくて大丈夫かな。私的に。このテントよくできてるでしょ。僕が一人で行ったんだ。ワンタッチで開けやしたけどね。ワンタッチで開くってすごいな。楽にできそう。でも問題は帰るときなんだ。これ片付ける方が難しくって、一人じゃ無理かも、とかね。最近なんか一人キャンプ流行っとるって聞いたけんさ、結構簡単にできるやつが増えたんかな、テント。たまたまキャンプに来たこの島で素敵なお友達ができたのに、明日にはもう帰らなくちゃいけないなんて残念すぎるよ、とかね。そうだね。引き止めはしない。でも僕のことを待っててくれてるお友達のためにちゃんと帰るよ。またいつか会えるといいね、とかね。豚は今ルーシーがいるからね。まあ別にそれが理由じゃないけど。呼ばないのは。なんかゲームしよう、ゲーム。ね、なんかゲームしてさ、良さげなものちょうだい。どうすかどうすか、全然ゲームしてくれんやん。ね、ゲームゲーム。全然。頑張って。全然ゲームをしてくれない。ね、何かしらさ、提案してよ、ゲーム。全然。くっちゃね。くっちゃねがさ、入ってすぐにサンドイッチ食べよるっていうのもいいね、なんか。不思議な夢だね。めっちゃポジティブに返してくれるよね、なんか。く。意地でもゲームをしてくれない。なるほどね。あげれるものを持ってないのかしら。まあ、いろいろと、食べて帰ってよ。この島で。メッセージボトル、メッセージボトル。お、なんか進出してきてる、こっちに。あっち側の浜辺にあるってことかな。ね、こっちまでの間にはとりあえずなかった。お。やっほー、モニカー。アイヌちゃん、チャオ。今日も乗ってる？あは。話に来たよ。あたいはやっぱり晴れてる日が一番好きだな。太陽や月の光をいっぱい浴びたいもん。あは。月の光。月の光もなんか効果あるんかな。なんか昔月の光を浴びながら化粧水つけたら綺麗になるみたいなの聞いたことある気がするけど。別にそんなことないんやろうな。おまじないとかジンクス的なもの。何もない。お、アイダホー。あ、ごめん、殴った。ごめん、殴った。網のサイズ微妙に違うんよね。弱いな、コンディション整えてるかの心。何か聞かせて。お前もオイラと一緒に、この島の平和を守りたいって言うなら、いつでもウェルカムだぞ、の心。アイダホはこの島の平和を守っていたのか。初めて知ったよ。そんなことしなくても平和だよ、この島。どこかの誰かさんへ。テレビで DIY 番組を見てたら、僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。
他の子にも教えていいからね。職人のリチャードより。リチャード？リチャード？ライオン？ポケモン下に庭石ある気がする。ですよね。なんか庭石いっぱいいろんなの持っとるもん。ポケモンしたやつも持ってたわ。あれは捕まえてるやつだろうか。ちょっと待って、飛んでいこう。逃げるかな？こっち側やったら大丈夫かな？あれ？なんかめっちゃ、黒いやつ咲いてない？なんか、あれ珍しいね。あっこの一輪だけな気がする。一輪というか、あっこの一個だけな気がする、黒いの。は。ふぅ、下手くそか。あ、切り株なんか止まっとる。カミキリムシか、持っとるな。持っとるっていうか、寄贈したな。高く売れるっけ？あ、逃げた。下手くそか。カマキリはいいんだよ、別に。あとは別に、なさそうね。で、とりあえずこれを鑑定してもらって、あとは、売りさばきますか。へい、起きて。ぐご。は。すみません。おはようございます、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？化石の鑑定をお願いします。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。今日はとりあえず手前の方化石これしかなかったよね。あと丘の上かな。どれどれ？うんうん、なるほど。どや。ほほう、ズバリ、ステゴサウルスの尻尾以外の何物でもないっす。おーっと、あ、おー、やったー！一個しか発掘してないのにまさかの。やった、寄贈します。はい、寄贈しちゃう。お、よろしいんですか？ではお言葉に甘えさせていただきます。いやー、まさかステゴサウルスの尻尾がこれほど良いじゃいとあれ見つかるとは。せっかくですのでちょっと解説いたしましょうか。じゃあお願い。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。ステゴサウルスはですね、恐竜時代の真ん中に登場します。特徴的な背中のひし形のヒレは、実は骨でできておりまして、主には象の耳のように、体を冷やすために使っていたそうです。象の耳も体を冷やすために使うんや。そっちも初知りなんですが。かっこいいだけではなく、機能性も兼ね備えているなんて、さすがですよね。といった感じでございます。ではこちら、寄贈品として大切にお預かりいたします。残りのパーツも見つかって、完成姿で展示できるといいですね。ありがとうございました。やったー、あとちょっとやね。でもステゴサウルスまだ完成してないんや。そしてそういえば、多分挨拶のやつでついたんかな。はい、ジェミー挨拶キャンペーン。タヌキマイル 200×2 ゲットー。オッケー。海賊ジョニーのは別に何も乗らんのやね。何かしら乗るかなと思ったけど。そして、売りさばいてきます。どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。あの電話なんか、あれやね。病院とかにありそうな感じの色。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。なんか家用は黒っていうイメージ。実際に見たことないけど。今日はどの際ましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お降りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことで、ちょっとこのあたりをね。はい。お願いします。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では、合計1770ベルでの買い取りでいかがでしょうか？お願いします。結構いったな、思ったより。やったね。ありがとうございました、マスター。ふぅ。なんかなぁ、もうちょっと可愛い住人が来てくれれば嬉しいんだけどなぁ。いや、人それぞれ可愛いの基準は違うと思うけども、私基準のね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか作りたい家具はいろいろあるんやけど、なんか自分の島にない果物というのはあれかい？マイル島で手に入るんかな。一応サクランボはそうやった気がするけど。